人口80万都市、浜松。東京からも名古屋からもずっと半端に離れていますよね。そりゃそうなんですけど。おい、さっさと東京に戻らないとやばいぞ。は、はい。東京に安く戻るなら在来線ですが、それだけで行くと2時間以上かかります。ですが新幹線はクソ高い。クソまで使わともかくとして、ですが時間がないので、安く新幹線に乗ることにします。その苦痛とは、CM の後で。勝手に仕切られましたけどそもそも CM 内です。苦痛についてはいろいろ複雑なので後で説明するとしまして。とにかくとっとと乗り込もうぜ。小玉724号、東京駅に乗り込みましょう。下の光には乗らないのか？目的駅に止まらないので乗りません。というわけであの新幹線に乗りましょう。M700 系ですね。M700S になかなか当たらないですが、運次第なので仕方ないです。うるさいです。乗車不安定になっちゃいました。やってきましたのは M700 スモール A。無印の M700 系から改造を受けた車両です。窓ちっこいですね。スピード重視になり、窓も小型化というわけです。というわけで乗車。どれだけ乗ってるんだろうな。JR 東海のドル箱路線ですからさすがに。日曜日なのに全然乗ってません。やっぱ。東海道新幹線がこんなことになることってあるんですね。1月10日の日曜日に撮ったのですが、こんなになってるのは初めて見ました。後ろもほら。ああ。せっかく新幹線に乗るというわけでリクライニング全開にしましょう。180度に倒しましょう。そこまでやったら器物損壊罪に問われます。自由席ですね。というのも自由席に乗らないととある工夫が適用されません。天竜川を渡って列車は磐田市に入ります。ついに浜松を脱出ですか。というわけでお昼ご飯です。さっきからビニール袋のクシクシ音が鳴ってたと思いますが、正体はこれでした。ハッピーグルメ弁当か。お弁当どんどんって静岡県にしかないと思ってたんですが、町田とか八王子とかにもありましたし、なんなら神奈川に5店舗もありました。まあ、ですがこういうのは静岡で買うのがまたオツなんじゃないですか。次の掛川は光号全通過。全通過と言いましても、やっぱりそれなりに需要があります。対比が済んだら掛川を発車。次は静岡です。ちなみに浜松から掛川の新幹線自由席の特急料金は870円です。まあ普通ですね。これは新幹線の駅が隣り合っていてかつ50キロ未満の JR 東海での特急料金です。一方、新幹線の駅が隣り合っていても51キロ以上の場合、990円になります。51キロに上がってもそんな高くなりませんね。これを特定特急料金と言います。有効活用で18切符旅の戦略が豊かになりますよ。そういやあの動画で福島から郡山まで移動したよな。あれに関しては JR 東日本なので、東海道新幹線と料金が異なります。言うて10円程度ですか。JR 北海道に関しては他と比べると高め。これは結構違うな。今のところ、北海道新幹線は新函館北斗までしか開業していないので、今後はどうなるのか。ま、今回は JR 東海ですし、この動画ではこれをベースに解説します。なんだかんだで JR 東海が安いですね。本数も多いですし、基本全編成に自由席があるので使い勝手かなりいいです。静岡発車。次は新富士です。ところで安く移動するという工夫についてまだちゃんと聞けてませんでしたね。引っ張っちゃってごめんなさい。そろそろ解説に移りますね。まず、今回は切符を3枚購入しています。3枚もいらないよな。
節約移動のためには、3枚必要なんです。それで今回買ったのはまず浜松から三島までの乗車券。これで2310円ですか。それと浜松から静岡までの特急券。特定特急料金で990円。それと同じく990円の静岡から三島までの特急券。3枚トータルで、4290円ですか。ちなみに普通に投資で特急券を買うと2530円です。普通に買うとの差はこんな感じ。だいぶ違うな。550円も差が出ましたね。もっと節約したいなら乗車券を分割してもいいのですが、5枚に及ぶ上に節約効果は10円だけなので、手間を考えると。超節約をしたい人以外には向いてないな。ちょっと思い出したんですけど、浜松、静岡、三島ってそれぞれ隣駅がありませんでしたよね。今はそうなんですが、かつては隣駅同士だったんです。掛川、新富士は特定特急料金が定められた後に新幹線駅が開業した駅なんです。そのため、今は隣駅ではなくとも隣駅扱いの料金で移動できるようになってます。ま、隣駅から外したら特急券の値段も数倍になるもんな。この制度のおかげで長距離を快適に移動できるわけです。お得なのでトイレに行きましょう。なぜ？以前にも N700 乗ったのですが、トイレの紹介をしてませんでした。トイレの紹介？そんなにいらねえだろ。いやさすが新幹線のトイレ、高級ですね。もうこれ以上の用はないので見ましょう。まあ、紹介する必要本当にあった？あ、これが噂の。こんなところにあったんですね。富士川を渡るともうすぐ新富士。ちなみに新富士駅の開業は1988年3月です。昭和末期か、意外と遅いもんだな。少し前に停車した掛川も同時期に開業してます。やっていうムードから一気に工業ってムードになりましたね。これが静岡地区の面白いところです。在来線で行ってももちろん面白いです。というわけで本日は浜松から三島まで安く快適に移動するという動画でした。値段は18切符のワープ手段にしては高いですが、時間節約率はトップクラスに良いですので、遠隔地にして水の周りですね。下手に短距離を移動するよりだいぶ良いな。ちなみに改札を出るときは3枚一気に自動改札に通せば OK みたいです。言い忘れてましたが、入るときは乗車券と浜松から静岡の特急券を通します。というわけで、ぜひとも18切符旅の攻略にお役立てください。ご視聴ありがとうございました。またなー。